皆さんにちょっとお伝えしたい、めでたいことがあって、恵比寿サーキットで、新しいコースが誕生しました。で、それをね、今日実際に走った人に、電話していきたいと思います。でね、そのコースの、走ってる状況も、後で動画、流すんで、それもね、ちょっと楽しみにしてもらえればと思うんですけど、ちょっと電話してきますね。あ、どうもどうも。いやいや、携帯電話ちゃんと俺の名前書いてあるでしょ。なんか見たことあるわ、この名前。あ、知本当に。ってえ？る、知ってた、知ってた。あ、知ってあ、知った？てる人だった。そうだね。ちゃんと画面見て、運転中か、今。運転中だからさ、なんか知らねえ番号かなと思っちゃった。ごめんごめん。あー、なるほどね。そっかそっか。え、ほら。何、どうしたの？いやいや、というかさ、ほら、俺のチャンネルだから俺は誰だかみんな知ってるけど、あなた誰ですかっていう状態だから、ちょっと自己紹介を。逆じゃない？あ、逆だった？俺主役な気がしたんだけど、違う？あ、違うな。船虫くんチャンネルっていうチャンネルだからあ、こな。れ船虫くんチャンネルか。そう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 。水虫くんの方だと思った。ごえ？めん。いや、水虫くんのほら、セカンドチャンネルの船虫くんでしょ？トシちゃん、そんなチャンネルないのよ。ないのか。ない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 。俺の妄想だわ、これ。ああ もう冒頭のこの2分でね、見るのやめちゃった人たくさんいるよ、もそれはいるだろうね。もうほぼ見てない。う。ああ、だってもう、何の話なのかわかんない。なんで電話したかっていうと、どうした？今日ほら、恵比寿サーキットで新しいコースオープンしたでしょ。してた、してた。おー、何コース？スクールコースだね、あれ。おー、ほら、謝罪動画送ってもらったじゃん。で、それはこのチャンネルでこの後流すんだけど、どうよ、その率直な感想は。単純にもう今、全面路面になったから、ダートがないから、すごい広く見えるし、乗っててもすごく安全だし、で、要は全面路面なんで、好きなレイアウトで好きなように走れちゃうから、なんだろうな、非常にいい。本当。ただ、どうぞどうぞ。なんかただ、単純になんかほら、車載動画でなんとなく見えると思うんだけど、円がね、3つあるのよ、縦に。縁石みたいなね、マーキングがしてあるんだけど、そんな、なんかあったって、なんか別に楽しくねえだろうと思ったけど、走ってみると意外に、もうひたすら8の字の練習になるから、すごくね、よろしい感じでしたよ。え、何？トシちゃん、なんか気使って喋ってる？いやいや、もう気なんか俺使ったことないんだから。本当に？何？どうしたの？いどうしたの？急やに。いや、なんかよいしょトークしてんのかなと思って。もう俺よいしょしかしたことないんだから。いやさ、例えばね、いや、俺は全然そんなこと思ってないけどさ、ああいう風になると責めてる感じがしねえとかさ、なんか言いそうじゃん、トシちゃん。あ、そう？いい感じだった。ちょうどこう、くるくる卒業した人が、くるくるランのね、定常へ、まあ、なんとなくできるようになって、8の字なんとなくできるようになってから、大体みんなコースに行っちゃうわけじゃん。あ、そうだね。それの手前にやっぱあそこ行った方がいいね。あー、スクールだね、まさに。まさにスクールになったなって感じ。前の状態のスクールってやっぱちょっと難しかったのよ。
あーちょっとさやばいよね、あのレイアウトが。そうそうそう、結構難しくて。難しいよね。そう、遠赤に見てタイヤ落とすとホイールやっちゃうぜみたいな感じだったから。そうだね。いや本当にスクールになった感じ。あー、昔あれだよ、スクールコースでなんか追走の練習がまあかなりためになるっていうのでさ、木口さんに教えてもらって、俺一回ちょこっとスクールコースその後の走り見に行ったんだけど、はいはい、いや追走できないわと思ったもん普通に。ああ、まあ未だにできてないからそうだもんね。違う違う、そうじゃなくて、いや、そうじゃない。あ、そうじゃない。なんで俺が追走できない体になってんだよ。あ、できるの追走。できる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 。ああ、うん、それはもうできるって言ってる人大体できない。いやいや、そんなことないだろ。そうなの？うん、ほら、俺自分の、あれ？ほら、自分のチャンネルだからさ。あ、そっか、ごめんごめん。俺のセカンドチャンネルと思ってたからごめんごめん。ああ、いや、トシちゃんチャンネル持ってないからさ。いや、そっか、もうそうか。ああ、ほら自慢しちゃうとさ、やっぱほら視聴者の人も引いちゃうじゃん。ああ、もうとっくに引いてるけどね。ああ、まあほらね、それなりの戦績もあるわけじゃないよ。それなりね、それなりのね、うん、ああ、なんかそれ、まあいつまでね、なんかその話してんだった話もする気もするけど。そうそうだね。まあ、話だからですね。まあまあ、いいんだけどさ。で、まあじゃあ、トシちゃん的には何、スクールで走ってみて、せっかくほら、全部全面舗装されたから、あれか、とりあえず振り回す、広場とどう違って住み分けて考えればいいの、そしたら。まあ単純に広場が倍になって、あ、そっか、広さが広いか、単純にまず。そうそう、全然広いから。うん、そうね、全然広くてね、だからその今なんとなくこう遠赤のマーキングがしてあるから、うん、要はでっかい八の字もでき、要は3足ぐらいの八の字ができるような感じ。あ、じゃああれか、ちょっと回転高めにキープすれば3速で8の字もしかしたらできるかもしれないか。できる感じがあるから。あ、うん、結構なんだろう、ほんと基礎、基礎だと。要はさ、ドルチャンプも右コーナーか左コーナーしかないから。まあまあまあね、うん、なんかもう3速の振り返しが練習できたらもうそれでもうライツ出れちゃうから。ああ、もうじゃあスクールコースでライツレベルの技術は養えるってことだ。ああ、うん、できちゃう、できちゃう。ああ。ってことはもうあれだね、トシちゃんはそこで練習してんだから、結果出ちゃうね、これライツでも。出る出る、もちろん。そうだよね。うん、じゃあ、名阪、うん。じゃあ、来月の名阪は、じゃあ優勝優勝で。そう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 、もちろんもちろん。そうだよね。スクルマもほら本当は優勝のつもりで行ってるから。ああ、うん、ちょっと歯車っていうのがなかなか組み合わせ、噛み合わないかってなったからしょうがないけど。ああ、メハンほら優勝しに行くからさ、さすがにメハン。あ、そっかそっかそっか、うん、でもあれだよね、面白いよね、絶対優勝するっていう男と、うん、絶対優勝するって言ってる女がいるのよ。ああ、いるね、変なやつ。いや、うん、全然変じゃないけどね。あ、変な、俺の方が変か。うん、そう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 。うん、だからあれだよね、どっちが本当の有言実行か楽しみにしてるわ。ああ、そうだね。あ、全然二人とも県外だったら面白いよね。そうね。でもいいよね、絶対優勝する男と絶対優勝する女の戦いはちょっと見たいね。あー、見たい見たい。あー、いやー、そうだよ、絶対戦うわ、なんで。そうね、ちょっと視聴者の人もさ、やっぱり俺思うんだけど、うん、ライツがどういう風にしたら盛り上がるかっていうのとかを、ね、これやっぱりほら格闘技なんかをみんな見習った方がいいよね。あー、確かに確かに確かに、うん、そうだね。格闘技ってさ、仲悪くない相手同士なのかもしれないけど、めちゃくちゃ罵り合うじゃん最初。うーん、
だ記者会見みたいのはさ、やっぱあるじゃん。うん、あそこでさ、バチバチに罵り合って本番超楽しみみたいなあるじゃん。ああいう要素さ、なんかもうちょっとドリフトに持ってこれないのかね。そうだね、いいねいいね。でも散々やり合ってさ、水槽当たんないでしょ。そうだね。だからほら、例えば今で言うと、じゃあ久保川選手と高木選手とかね。あーいいねいいねいいね。そうそうそう、まあそんなのさ面白すぎるじゃん、うん、実際水槽で当たったら、うん、面白いねみたいね。そうそう、だからそういう風に当たっちゃったら面白いなっていう人がたくさんいたら、確かにライツの追走の見応えめちゃめちゃ増えるよね。そうだよね。だからさ、その人とどういう関係性かとかも知るとなおさら面白いもんね。あ、そうだね。だから、うん、これはさ、なんかもうちょっと運営側と選手が協力し合って、前振りがあった方がいいよね。あ、いいね、それいいね。あ、だなんかさ、だから選手全員が YouTube チャンネルやったら、まあそれはそれでありなんだけど、それまあみんな見ないだろうから、やっぱり運営側が公式な動画としてさ上げた方がいいよね。そうだね。あ、なんかあれだな、多分タイトルはさ、恵比寿サーキットに新しいコースできたみたいな多分タイトルになってるだろうから、ちょっと今もう内容多分ずれちゃってるから、確かに。ああ、まあじゃあここら辺の話はまた今度ということで。はい。うん。じゃあちょっと皆さんにトシちゃんが今日撮ってくれた動画ちょっと流すからさ、これから。ああ、ちょっと雑で申し訳ないけど、ちょっとね、走ってる人いたから。うん。要はいろんなレイアウト、いろんな8の字とかやってみようかなと思ったんだけど、うん、結局誰かが走ってるとさ、通常の正回りしかしないから。ああ、そっか。ラインをクロスしちゃうと逆走になっちゃうわけよ、一瞬でもね。ああ、そうだね、やばいね、事故っちゃうもん。そうそうそう、だから一人だったらまあ好き勝手いいんだけど、誰かいるときって結局通常の正回りになっちゃうから。ああ、まあそうね。そうね、そこだよね。そこがなんか時間で変えるのか、どうするのか分かんないけど、今現状だと本当、ね、誰かがうわーって、ね、いろんな八の字したらなんか入るに入れないからね、うん、確かにね。そう、まあ、それがあるよね。そっか、じゃあ順番にやった方がもしかしたら思いっきりできるかもね。思いっきりできるけど、まあなかなかね、ガラガラならいいんだけどね、そういう時はあんまないから。あ、土日って何、結構スクールコースも人いるんだ。いや、これから増えるでしょ、だから走れるようになったから。ああ、そっかそっか、うん、なるほどね。まあまあ、じゃあとりあえずそんな感じで、トシちゃんゴールデンウィークさ、そっち行くからさ。いいよ、こなって。え、あ、そうなの。じゃあ行くの。うん、え、じゃあ行くのやめるわ。え、来いよ。あ、じゃあ視聴者の皆さんにトシちゃんのね、メインマシンの紹介動画じゃあ撮ろう。あー、撮る、撮っちゃった。いや、喜ぶよ。みんなもうどうせ見てないから、こんな動画。あ、ここまでね見てる人はいないと思う。確かに。そうだ、ここまで見てちゃったからバカだから。そうするとほら、この前みたく最後まで見たバカですってコメント来ちゃうからさ。あー、いたいた、そういう人。いや、バカだね、もう。おい、バカ聞いてるか。あ、聞いてる聞いてる。あ、聞いてる、意外に聞いてるか。みんな聞いてるか。そう、なんか言うかな、こいつみたいなね。ああ、そうだね。うん、またコメントが荒れるな。ああ、荒れてほしいな。だってさ、なんか荒れるようなこと言わないとさ、コメントしてくんないもんね、みんなね。ああ、確かに確かに。なんか問題提起するとか。ああ、そうね、そういうの大事だね。そうね、まあ、どれだけのバカが反応するかが楽しみだわ。ああ、そう言うとコメント書く人少なくなりそうだな。まあまあいいけどさ、コメントするようなバカがコメントするんだから。お前、大事な視聴者様なんだからやめて、ほんとコメント大事なんだよ。あ、そっか、じゃあいいコメントお願いします。うん、
まあいいコメント悪口でもいいからね。ああ俺の悪口だろうな。ああまあ書きやすいよね。あのほら不特定、不特定じゃねえや、誰だか分かんねえしね。そうだね。まあまあじゃあとりあえずあのまたゴールデンウィーク行くとして、はい、まあこの後スクールねみんなに見てもらうんで、まあ、やっと、はい、やっと本編に行きます。はい、はい、ということでじゃあお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい。はい、ということで、じゃあ実際あの動画の方ねどうぞ。スクールコースが新しくなりましたよっていうことを伝えたかったんだけど、まあ、それだけね流してもあれかなと思ったんで、本当はねショート動画で行こうかなと思ったんですよこれ。だけど送ってもらった動画でこれいつオープンだったのって聞いたら今日って言うから、じゃあせっかくだからちょっと軽く話もして感想も入れていくかなと思ったら、まあ、全然関係ない話だったんでね。まあ一応そんな感じで、私もゴールデンウィークにちょっと恵比寿はねちょっと行こうかなと思ってるんで、まあ見ていただけたらなと思います。これそうだな、すぐ上げた方がいいから、まああの見た人ねよかったらオープンしたてなんで路面が新しいうちに走ってみたらどうでしょうか。また明日の夜9時にお会いしましょう。今日は以上です。